では今日は自動運転のパークアシストについて説明します。パークアシストの入れたい方向にウインカーを出します。そのまままっすぐ行きますと、認識しました。まだ、こちら前進というところで前の方進んでおります。今バックに入れてくださいとなったところに、バックギアに入れると、あとは自動で車が入れてくれます。自分でもう一回前に出してもハンドルは自動で動いているので、もう一回バックに入れればこれも自動でハンドルは動いてくれます。そうすると本当に車と車の間のちょうどど真ん中に入れてくれたと思います。